はい、こんにちは。ただび世界史講師の池田です。えっ、ー、とですね、えー、今日はですね、比較関係型ということでね、東京学芸大学の問題をやっていきたいと思います。で、まあ、これ要はね、比較論述なんだけども、まずね、問題文を読んで、そして何をね、書けばいいのか、まずそれをね、考えていきたいんだけど、まあ、ちょっとね、この資料の B が少し長いので、まあ、これはね、まあ、後であの映像を止めるなりしてね、あの自分で読んでみてください。まあ、要は、スターリン批判のことを言ってるんですね。 じゃあ、この説問からまず見ていきますけども、この B の資料は、1956年のソ連共産党第20回大会で、フルイチョフ第一書記が行った演説の一部である。これを機に、東ヨーロッパでは、どのようなことが起こったのかを、次の単語をすべて用いて、125字以内で答えなさい。というものですね。今回は、指定語句として4つ、ポズナにハンガリー、ソ連軍ゴムーカ、えー、これが挙げられていますよね。 まあいうことはね、これ要は、ポーランドの反訴暴動とハンガリーの反訴暴動、これの要は比較論述ですよね。まあなので、えー、論述のタイプとしてはの、ね、比較としてはまあ基本的なものになっていきますね。はい。じゃあ、まずですね、えー、問われているのは一体何なのか。ね。それが今言いましたように、このフルシチョフのスターリン批判によって起こった東欧諸国での自由化の動き。ね。で、当然それはまずは、この指定語句から書くべきことを判断していく。ね。 で、この指定語句が今ね、赤字で、えー、書いてるとこだけども、このポズナにゴム化。ね、これがポーランドの話ですよね。ポーランドの反素暴動、いわゆるポズナにードってやつで。そして、ハンガリーソ連軍。この言葉から、ハンガリー反素暴動。ね、これを導くわけだよね。要は、簡単に言うと、このポーランド反素暴動とハンガリーの反素暴動の比較論述ということになります。はい。で、まずはですね、 このスターリン批判について、まあ、当然ね、ここだけでちょっと喋ってもね、意味がわからない人も多いと思うので、まずこのスターリン批判についてね、少し詳しく話をしたいと思いますね。じゃあ一回ちょっと黒板の方に行きたいと思います。はい。じゃあね、今スターリン批判の話が出たんだけども、さあこのスターリン批判とね、その後の動向についてね、もう少し話してみたいと思うんですね。はい。で、えっと、まずこのスターリン批判は当然ね、この冷戦構造の中で、 え、行われたわけなんだけども、じゃあみんなが冷戦というものをどう考えているか。この冷戦は決してアメリカ対ソ連ではないですよね。このアメリカ組対ソ連組、いわゆるこの西側陣営対東側陣営、ね、こういった対立構造があるわけだよね。で、まあ、ちょっとね、すごい簡単な図にしてみたけども、まあ、これですよね。ね、変な図があるけどもね。まあ、それはさ、この西側陣営っていうのは、このアメリカを中心にアメリカ親分がドカッと座っていて、 で、その周りにはフランスだったり、西ドイツだったり、オランダ、ベルギーといった古文たちがこのアメリカの周りを回っている。ね、そんな感じだよね。控えている感じだよね。そして一方、東側陣営だって、このソ連というでっかい国がドカッとこう座っていて、で、その周りをチェコとかルーマニア、ハンガリー、ポーランドがこうね、控えめに回っている。こんな状態だよね。 あの、教科書やなんかでは、よくこいつらね、えー、周りの国のことをさ、衛星国なんて表現したりするんだよね。まあ確かにね、ソ連というこのでっかい星の周りを回っている衛星だと考えれば、ね、そのように取れなくもないよね。ね、こういう状態でした。はい。そして、そんな状態で、今、1956年、スターリン批判が行われます。このソ連で、ね、スターリン批判、ソ連共産党第20回大会で行われました。そして、フルシチョフは、 このスターリン批判を行って、まず、スターリンの独裁の誤りを認めたんですね。そして続いて、この平和共存路線を発表するんだけども、さあしかし、この平和共存の発表によって、このね、一気に世界は動揺するわけだよね。だってこの平和共存っていうのは、今、アメリカ陣営と、これ資本主義と仲良くできるって言ってるんだから、まあそれはね、世界に大きな衝撃を与えるよね。そしてね、何よりも、 このスターリン悲願で一番衝撃を受けたのは、こいつら周りの衛星国なんだよ。だって、それまでこの周りの子分たちの国ってのは、このスターリンを神のごとく扱っていて、それまで彼の悪口を言うなんて考えられないんだからね。で、それを新しくリーダーになったフルシトフが、前の親分間違ってましたって言っちゃったもんだからさ、それはもう一気に動揺するわけだよね。さあ、そして、このスターリン悲願によって、この二つの出来事がここで起こっていくんですね。 さあ、まず、ここにはちょっと載ってないこともね、この社会主義陣営の中でも、ソ連に次ぐ大国、中国。もうこれ中国がまず起こった。ね。まあ中国なんてのはさ、やっぱりこういった古文たちの中でも最も国土がね、大きくて、そして人口だって多いんだからね。もう中国は社会主義に対する裏切りだっつって、すごい起こった。ね。ってことでまずは、このスターリン批判によって、中国のように批判する動き。これが起こっていった。 ただ中国はここで批判しただけで終わっただけじゃないよね。この中祖対立、ここから始まっていって、そしてキューバ危機でね、このミサイル基地の撤去をこれ表明するとね、中国さらに起こって、これ公開論争まで発展していった。そしてその後、まあ、ソ連がブレジネフに変わった後は中蘇国境紛争といって、ついに中国とソ連が軍事衝突するまでに至ったんだよね。なので今回の動揺は一つこれ大きいよね。そしてこいつらだよね。 まさに、ポーランドやハンガリー、ね、この東欧諸国のように、もう自立する動きは起こった。つまり、この東欧のように、自立する動き。それは、もう、ソ連陣営から抜けるぞって、ね、自分たち好きにやるぞって、そういう動きだよね。これが起こってっ実際に、このスターリン批判ではね、 大きく、この二つのことが起こるんだけども、まあ、今回のね、東京学園の論述は、この丸二番ね、東欧の動き、これだけを聞いてるので、じゃあ今回はね、まさにこのポーランド、ハンガリー、こいつらに焦点当ててみていきたいと思いますね。はい。さあ、で、それがこっちだけども、今このポーランドハンソボード、ハンガリーハンソボード、まさに三点ずつのこの対比があるわけだよね。まあ、これは指定国にも入っているのでね、まあ、簡単にね、どんどん書いていくけども、まず、ポーランドハンソボード、起こった場所は、 指定国にもあるように、ホズナに。そして、これを指導していったのは、ゴムーカ。ですね。一方、じゃあ先にハンガリーの場所を見ていきましょうか。ハンガリーでは、これ、ブダペストで起こりますね。はい。そして、指導者は、ナジイムレ。ですね。 まあ、この発生場所と主導者っていうのは、まあ単純にね、比較するだけですから、まあここはもう知識の問題だよね。そして、結果だ。結果。ね。これが一体どう変わってくるのか。さあ、これ見ていくけども、まず、このポーランド反素暴動では、当然国民たちがもっと自由化しろって声を上げてるわけだよね。これに対して、ゴムーカは国民に改革を約束します。 改革を約束します。そして、ソ連軍の出動に対してはこれを拒否して、そして最後は自主的解決に成功しました。はい。さあ、一方、ハンガリーの方はどうなる？ 今回、この国民のね、ソ連から抜けるぞっていう声に対して、ナジニムレはそれ答えるんですね。ナジニムレは、ワルシャワ条約機構からの、脱退を表明します。つまり、ナジは、もう、ハンガリーはソ連陣営から抜けるって、それを表明したわけだよね。 さあ、これを表明したために、結局、ソ連軍がやってきました。ソ連軍の介入。そして、暴動は鎮圧される。る最後、ナジは処刑されてしまいました。 この結果に大きな違いが出たのがわかる。ポーランドの方はソ連軍の介入を受けていないんだけどもね。まあ、ナジは結局ソ連軍の介入を受けて殺されちゃったわけだよね。じゃあなんでこういった軍の介入を受けるか受けないかっていう違いが出たのか。それは、ま、この表面だけでは見えないね。もう一つこの対比構造があるんですね。それはソ連陣営から抜けるって言ったか言ってないかの違いなんだ。 ね。このゴムーカの方は国民に改革約束,約束ってのはあくまでもソ連陣営の中で改革しますよって話なの。だから別にソ連陣営からこっから抜けますよとは言ってないんだけども、ナジの方はワルシャワ条約機構からの脱退表明、つまりこのソ連陣営から抜けますよって言っちゃったもんだから、ソ連の介入鎮圧を受けたんですね。特にこのね、えー、まあソ連軍の介入に際してはね、 まあブダペストの街中にソ連軍の戦車が入っていきます。そしてソ連介入の中でこのナジー・イムレがね、悲痛なラジオ演説を行うんだけどもね、まあこれがまた歴史に残る演説だったんですね。さあこんな話なんだけども、ナジはこう言いました。本日未明、ソ連軍の介入が始まった。合法的な我がハンガリーを打倒するのが目的と考えられる。国民と全世界にこの事実を告げますと。 彼は言いました。もちろんこのメッセージってのはね、西側の国に対して、あっちの国に対して、助けに来てくれと、そして国民に対して立ち上がってくれっていう、そういった意思表示ではあったんだけども、西側の国で助けに来てくれる国はどこもありませんでした。結果、ナジは最後捕らえられて処刑されてしまったんですね。まあ今こうやってね、もともとこのソ連陣営にあったものが自分たちから離れていくからといって軍事介入していく。 これは実は今ね、ウクライナで起こっている問題と非常に類似していますよね。似ていますよね。だからやっぱり、まあ歴史は繰り返すではないけどもね。まあ昔ね、えー、起こっていたことがさ、今こうやって自分たちが生きる時代に起こってしまっていること。まあこれはね、一つ私たちが歴史から学ば,学ばなければいけないこと。ね。そして考えなければいけないことに一つだと思うんですね。まあそれはね、あの皆さんの今後のね、えー、また勉強に役立ててほしいと思います。はい。じゃあですね。 え、改めて、この論述の方に戻るけども。さあ、だから結局、まとめてみたら、この対比項目は、3ポイントずつありますよね。さあ、まずは、この発生場所、ポズナにで発生対、ブダペストで発生。そして、主導者は、ゴムウカ対、ナジイムレ。ね。そして、この結果のところ。さあ、一方で、国民の改革、国民改革約束して、自主的確実に成功した、このポーランド対、 最後は、ソ連軍の介入鎮圧。これを受けて、ね、処刑されてしまったナジームで。丸と丸、三角と三角、四角と四角。ちゃんとこういった三項目ずつ、しっかり対比させて、えー、論述を書いていきたいと思います。はい。えー、それではですね、スライドの方に戻りましょう。はい。じゃあですね、まあ、今ね、黒板でやってきたところをもう一回ね、えー、このスライドで復習したいと思いますね。さあ、まずは、ポーランドの反素ボードですけども、さあ、発生場所はポズナに。 ね。そして主導者はゴムーカでした。で、今回ゴムーカは、この国民に改革を約束とあるんだけども、これはあくまでもソ連陣営の中での改革ね。ソ連陣営から抜けるって言ったわけじゃなくて、ソ連陣営の中での改革ということで、まあこれを約束し、そして、まあソ連軍のね、この暴動を潰そうかと、そういった出動要請は拒否して、別にいいと、ね、自分たちで解決できますと、そう言ってゴムーカは見事に自主的解決に成功した。 一方のハンガリー。さあ、それ発生場所はブダペストで、指導者はナジ・イムレでした。ね。そして、そのナジ・イムレは、ワルシャワ条約機構からの脱退を表明した。つまり、ソ連陣営から抜けると言ってしまったんですね。さっきも言ったように、ソ連っていうのは、自分にとって利益のある国は、絶対に抜けさせないからね。結果、ソ連軍の介入鎮圧、これを受けて、ナジは処刑されてしまったんですね。あ、ちなみにですね、 あの、先ほど、この中祖対立の話がありましたよね。中祖対立の時には、実はあの時、アルバニアが中国を支持したんですね。この社会主義陣営にあるアルバニアが中国とともに、このソ連の対応を批判したんだけどもね。ソ連はアルバニアに対して何もしませんでした。みんなアルバニアって場所想像つくね、大きさわかるね、やっぱりソ連にとって、アルバニアはそんなに意味のある国とは言えないよね。 なのでそういった国はね、別にソ連もう何もしないんですね。もう一度言いますが、こういったハンガリーだったり、ポーランドだったり、西側に近い国、これはもう絶対にこのソ連組から抜けさせることはできない。ね。ってことで、まあこういった結末を迎えてしまったわけですね。はい。じゃあ、まあ今回はね、あの、決して125字とね、多くない時数ですので、まあこれをね、簡単に比較項目として、ポン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 やっていきましょう。はい。 さあ、回答例ですけどもね。まあ、今回ね、この3色色を使ってるんだけど、まあ、この色ごとの対比構造になっています。はい。で、えー、それからこの対比のさせ方なんだけどね。まあ、当たり前ですが、この1項目ごと対比させるんじゃないよ。こういうケースってのはね、もう3項目一気にやっていこう。ね、ポーランドでは、えー、ポーランドではポズナにで発生。一方、ハンガリーではブタペストで発生。で、ポーランドはゴム、ゴカが指導して、ね、ハンガリーはナジムでが指導した。 これもう全然めんどくさいですよね。非常に二度手間ですよね。ですので、まあ、こういう時はね、まずポーランドだけで一気に3つを説明して、で、その後それと比較して、ハンガリーで3つを説明していく。まあこれがね、非常にわかりやすい構造になりますよね。はい。従いまして、さあ回答で読んでみますと、さあポーランドのポズナリで民衆による民主化運動が起こったが、ゴムーカの指導により、樹脂的解決に成功した。ね。 このポズナにゴムーカ、自主的解決に成功。ね。本当にポイントをポンポンポンってこれで述べるだけですよね。一方、ハンガリーのブダペストでも自由化を求める労働が起こったが、ナジ・イムレ首相がワルシャワ条約機構からの脱退を表明すると、ソ連軍が介入し鎮圧した。ね。いいですよね。はい。っていうことで、ポズナに対ブダペスト、ゴムーカ対ナジ・イムレ、自主的解決に成功対ソ連軍の介入鎮圧。 ね、こうやって、ちゃんとこうね、項目ごとじゃなくて、一気に3個3個で対比させていきます。いいですね。はい。まあ、これでね、えちょうど123時ですので、まあ、あの、なかなかね、うまくまとまったかと思います。はい。ですので、ね、皆さんもね、この比較論述をやるときはね、まあ、しっかりね、えー、どこをポイントとして比較していくのか、まあ、これまずね、まとめてからね、ねえー、論述を書いていってください。はい。じゃまずはね、この比較関係型の、まあ、一番ね、基本的なタイプのパターンでした。 はい、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。えー、私はですね、この世界史を勉強するときに、やっぱりね、この流れが大事だと思っています。ちゃんと歴史の流れを感じて、そしてその中に用語だとか言葉をね、温めていくような、まあ、そんな勉強をね、みんなにはしてほしいと思っています。お疲れ様でした。